はいはい、皆さんこんにちは、ということで本日の企画はこちらとなっております。ドドン、はい、ゲロのジージバーバとお泊まり会行ってきたよとなっておりますね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、こちらの動画、はい、ご覧いただいた方いらっしゃいますでございましょうか。ゲロに来てですね、父ちゃん、ヨモちゃん、ダイちゃんね、歓迎しますよといった感じで、知り合いの方が歓迎会を開いてくれたわけでございます。そちらのね、お宅に今回は、ヨモちゃん、ダイちゃんをね、泊めて大丈夫だよと言っていただいたので、ちょっと父ちゃん所用の方がございまして、関東の方に赴いて行くのでね、ちょっと大ちゃん、ヨモちゃんのね、お泊まり会の方を実施していこうかなといった感じになっております。ではお利口ちゃんにお留守番できるかなといった感じでございますが、最後までよろしくね。さあさあ、無事到着いたしまして、早速ね、家の中に上がり込んでおるヨモギちゃんでございますね。さあ、スリッパを加えて、ジージバーバー久々だわんと、ああただいまだわんと、ああここはやっぱ落ち着くわんといった感じでね、おじいちゃんがね特に大好きなわけでございます。おじいちゃんの枕をねこう強奪して、わーいわーいと、この枕はもうヨモギのものだわんといった感じでね、うろ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 と、我が物顔で物色しているのがヨモギちゃんでございますね。さあ、そんだけ暴れてたらですね、まあ喉が渇くわけでございますよ。そしたらおばあちゃんがね、気を聞かして、あ、じゃあヨモちゃんお水飲みなさいと、台所に行ったらですね、ヨモちゃんてってこてってこついていきまして、あ、お水くれわんと、ばあちゃんのお水最高だわんといった感じで、ね、めちゃくちゃ懐いてこうやってガブ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 飲んでおるわけでございます。懐きすぎやろおいといった感じでございます。さあ、そんなことは言うとりましたらですね、ヨモギがですね、あ、もう父ちゃん行くのかわんと、あ、もう用はないわんと、達者で暮らすわんといった感じでね、お見送りに来てるわけでございます。大ちゃんも、僕はここの家の子になるにゃといった感じでね、うろうろと、はい、自分勝手に散策の方しておるわけでございますね。ではそろそろ父ちゃん行ってきますねと、ヨモちゃんに声をかけてね、おじいちゃんおばあちゃんに、ありがとうございますと、よろしくお願いしますね、何かあったら連絡くださいねって言ったらですね、ヨモちゃんは、ああもう達者で行くわんと、あ、おやつだけ忘れんなわんといった感じで、あへあへとお見送りでございます。さあさあ、無事神奈川の方に到着いたしました。父ちゃんはですね、ホテルにチェックインして早々、はい、飲みに来ております。さあ、こちら隣にいるのはカコテツですという感じでございますね。さあ、この用事がね、一つカコテツさんとこのももちゃんのお店にこう来たいというのがね、一つ目標でありましたので、今回ね、機会がありましたので訪れさせていただいたわけでございます。さあ、もう父ちゃんもね、もうガンガン飲んでおるわけでございまして、もうはい、もう皆さんもベロベロでございます。はい、もう父ちゃんね楽しくてですね、もうガンガン飲んだ結果ですね、何を話したか覚えてないんでございますが、とりあえず楽しかったよといった感じでございます。一方、ヨモちゃんとダイちゃんの様子だと言いますとこんな感じ。はい、もう我が物顔でくつろいでおるわけでございます。父ちゃんのことなんて一切多分これ思い出しておりませんよ。ヨモちゃんもダイちゃんもですね、わーい靴だわんと、あー、これいい靴だわんと、ちょっともらってくわんといった感じでね、もう我が物顔でね、もう人様のものをてってこてってこと泥棒しておるわけでございますね。そしてある程度満足したら、うん、この靴いいねいいね、うん、はい、飽きたわんという感じでね、もうそこの辺にもう殴り捨ててですね、もうあとは寝るだけだわんといった感じでゴロ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 しているのがもうヨモちゃんスタイルでございますね。さあ、そんなこと言っておりましたら、お腹空いたわんといった感じでね、二人でご飯タイムとなっておるわけでございます。さあ、ヨモちゃん、ダイちゃんね、しっかりとご飯の方を食べておるんでございますが、さあ、どこにいてもですね、こう食欲は絶対落とさないスタイルとなっておるのがペロリンズでございますね。さあ、そんな中、食いしん坊な二人は気づいたわけでございます。あ、こっちは台所だにゃ、台所だわんといった感じで早速侵入していくペロリンズでございます。はい、自由。さあ、昨日めちゃくちゃ飲んだ父ちゃん、もう眠すぎわろたとなっておるわけでございます。さあ、この日はちょっとね、場所の方を変えまして、横浜の方にね、来ておるわけでございますが、こんな感じでね、猫ちゃんが寝てて、あ、大ちゃん何してんかなと、ちょっと大ちゃんに思いを馳せておるわけでございます。さあ、今回父ちゃん何しに来たのといった感じだと思うんでございますが、父ちゃんね、ライブを見に来たわけでございます。本当に何年ぶりかなっていうぐらいのライブハウスでございますね。さあ、これ隣にあるというのは僕の元バンドメンバーでございます。じゃあ一緒にライブ見ていきます。さあ、こんな感じでね、久々のライブを堪能しているのが父ちゃんでございますね。あれ、なんか見覚えあるなって言った方はですね、とても素晴らしいでございます。はい、こちらの動画、さあ、こちらの方にね、出演しておるのがスプラッシュでございます。さあ、まあ、なんだかんだね、長い付き合いでございまして、今回そのスプラッシュが解散ということで、はい、ごめんなさい、皆さん、これ父ちゃんのめちゃくちゃ素敵なあれなんでございますが、どうしてもね、こう一言伝えたくて、今回この動画をちょっと作らさせていただいている次第でございます。本当わがままですいません。一言だけ言わせてください。スプ、今回のライブ、僕的にです、最初から最後までスプラッシュでもう本当に最高でした。また会ってゆっくり酒飲みましょう。お疲れ、そしてこれからもよろしく。
さあ父ちゃんがですね、東京で過ごしてる間ですね、ヨモちゃんはこんな感じで、ゲロの方で悠々自適な生活となっておるわけでございます。さあ前回のあの動画でも登場いたしましたコウタロウにですね、あのヨモちゃん散歩の方していただきまして、2人でねこれ野山を駆けずり回っておるわけでございますね。さあそしてここでサービスショットでございます。なんとヨモちゃん、さあ金髪美女のダップタイムとなっておりますよ。はい、ありがとうございます。さあお家の方に戻ってきてもですね、さあこうやっておもちゃで遊んでもらってですね、ヨモちゃんルンルンなわけでございます。あの我が家はねちょっと狭いんでございますが、このお宅は広くてですね、あのあっちこっちあの駆けずり回れるわけでございますね。さあそしてあのいっぱい遊んだ後はお腹すいたわんと、あのご飯タイムだわんといった感じでパクパク食べておるんでございますが、大ちゃんがねひょこっとあの右の方を向いた瞬間にですね、よもぎに、はい、ご飯を食べられるというまあいつも通りの事件が起こっておるわけでございます。まあこの世は弱肉強食でございますね。さあそして大ちゃんもよもちゃんもですね、とてもとてもここの家が気に入ったのか、リラックスしくるっててですね、ヨモちゃんもこうやってあの遊びまくっておるわけでございますね。わーい嬉しいわんと、あのいつも父ちゃんなんかパソコンばっかやって遊んでくれないから、こうやって遊んでくれるの最高だわんといった感じでね、もう尻尾をルンルンにしてね、あのバッタ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 してあの家の中を駆けずり回っておるわけでございます。さあそして一通り遊んだらですね、あーもう疲れたわんと、あーもうあとはゆっくりするだけだわんと、ご飯が食べたいわんといった感じでゴロゴロしておるわけでございますね。さあ父ちゃんそろそろ用事の方が終わりましたので、ゲロの方にお迎えに行ってまいります。さあさあヨモちゃん大ちゃんに2日ぶりの再会となっておりますね。さすがにヨモちゃん、ああ久々だわんと、まあ、よく来たわん、我が家にどうぞと、ウェルカムだわんといった感じでねお出迎えしておるわけでございますね。さあヨモちゃんこんな感じで笑顔でね、ああやっと来たかわんと、あのお土産の一つも持ってきたかわんと、あの言ってね、あのお土産ないよと言った瞬間に、お前役立たずだわんといった感じでね、あの外に走っていったわけでございますね。さあこんな感じで車の方に乗り込みまして、さあ大ちゃんヨモちゃん連れてそろそろ帰ろうかなといった感じになっておりますね。さあ大ちゃんに至ってはですね、あもうこっちの家がいいにゃと、あこの車もういいにゃといった感じでね脱走仕掛けておったわけでございますね。さあこれ以上はですね、こちらのお宅に迷惑かけれないので、もう大ちゃんヨモちゃんちょっともう帰りますよと、あの名残惜しいけど帰りますよといった感じでね、はいバッタンキューと扉の方を閉めてまいります。さあヨモちゃん大ちゃんですね、2日間こちらのお宅でお世話になったわけでございますが、2人ともねのびのびと、なんかもう父ちゃん家におるよりものびのびと過ごしとったんじゃないかなといった感じでございますね。まあ、父ちゃん1人でなかなか出かけるっていうことができないんでございますがね、あのヨモちゃんと大ちゃんいるとね、こうやってあの預かっていただけるととても助かるなといった感じでございました。まあ帰ってから大ちゃんヨモちゃんにはねいっぱい接吻の方してまいります。またね、バイバイ。はいはい、本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。さあこちら帰ってきた後の様子でございますね。さあ父ちゃんちょっとお疲れでございまして、ベッドでバタンキューとなったわけでございますが、大ちゃんヤマちゃんもですね、父ちゃんにねあのくっついて一緒に寝るにゃん、一緒に寝るワンといった感じでね、こうやってべったりくっついてくるわけでございますね。さあ2日間会ってなかったのでね、一応ねあの父ちゃん寂しかったよといった感じをねあの表現してくれてるわけでございますね。さあ大ちゃんをこうやってなでなでして、さあヤマちゃんもなでなでして一緒に寝ていきましょうねといった感じでございますね。もう二人とも甘えん坊モードなわけでございます。こんな感じでね、早く撫でるにゃと、そして早く撫でるわんといった感じでね、あのこうやってあの撫で撫でを強要してくるわけでございますね。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。さあ二日間会えなかった分ね、たっぷりとこの後カメラが止まった後チュッチュしてチュッチュしてあげたからねという感じでございます。また見てね、バイバイ、ありがとうね。